竹内教授は、日本の政治家、新聞記者。第10から12代岡崎市長、愛知県会議員、岡崎市会議員、東海市長会長、愛知県市長会長などを歴任した。岡崎長宝車主時代の竹内教授愛知県保育園、赤根村生まれ、豊田自動車工業会長を務めた花井翔八は老い、幼少時代を、 男川村大技太平の矢部タで過ごした。1905年3月、東京中学校卒業。一年次元兵として、騎兵、第25を連隊に入隊。除隊後、日刊新聞、岡崎町方初代社長の竹内武五郎の娘と結婚、それと共に、竹内家の養子となる。1915年4月1日、岡崎町方の社主となる。 昭和初期には、民政党系の三河日報、中立系の新三河と並び声優会支持の論人を張り、岡崎市における三種定立時代を築いた。1921年から1933年までの13年間、岡崎町放射は全三河オリンピック大会を主催し、地域の文化育成にも努めた。なお岡田なでことの三河日報は、 労働争議にまつわる障害事件がきっかけで労組が壊滅状態になり、1935年2月に廃刊となった。社会主義運動に身を捧げた部下の坂木原金之助が獄中で転校し、1935年10月に刑を終えて復帰。やがて坂木原は岡崎長報の編集長となった。1940年10月30日、新三川は、 特攻の勧告に応じて廃刊。しかし表面上は、岡崎長方への吸収合併という形をとり、11月1日付で、岡崎長方は、三河新聞と解消した。1941年12月13日に、新聞事業例が交付され、一県一市の国策により、1942年7月30日に、三河新聞も、廃刊となる。竹内は最後まで、 同志の経営に当たった。戦後復興した、中心市街地1958年4月10日、岡崎城の復元に着手した。自賃祭で加割礼を行う竹内教授。新聞社の経営に当たる一方で正解に進出。1920年9月3日から1924年9月2日、1928年10月5日から1932年10月4日。 までの2期8年、岡崎市会議員として市政に参画した。1928年10月15日から1930年10月29日まで市会議長を務めた。また、1923年9月25日に行われた愛知県会議員選挙に無所属で出馬し初当選。翌1924年2月、声優会に入党。 1927年の県議選では、民政党の菅野慶三郎に敗れ、定数が1から2に増えた1931年の選挙でも、千賀公二と菅野に敗れた。1946年1月4日、連合国最高司令官は、このましからざる人物の公職からの除去を政府に指示。公職追放は、中央より地方に全時拡大した。 1947年2月25日、岡崎市にも公職適宜審査委員会が設置され、以後4年の間に116人が覚書き該当者と判定された。大正期から新聞社の社長を長く務めていた竹内が公職追放を免れたのは、実に発行部数3万以下の地方新聞は適用除外とする規定があったためであった。 1947年4月5日に行われた第1回公選岡崎市長選挙に出馬。芝賀重隆の長男の滋賀藤を元岡崎市長の本田俊輝ら3人の候補を破り、初当選した。1951年3月31日、人気満了を前にした竹内は、臨時市議会で、戦災復興と財政、地方自治制の確立、 愛知学芸大学誘致問題等を解雇し、4年間の議会の協力を感謝しつつ退任の挨拶をする。ところが引き続いて開かれた全員協議会で、次期市長の推薦が満場一致で決定され、同年4月、無投票で再選を果たす。1955年2月1日、岩津町、福岡町、元宿村、山中村、藤川村、龍谷村、河合村、 城磐村の周辺八町村の合併を4月1日には矢作町の合併を実現する。4月30日の市長選で元衆議院議員の千賀工事、岩津実利省学校創立者の足立一平らとの激戦を制止参戦。同年6月、大田工事の議定の浅岡人氏を条約に抜擢。1958年、岡崎城の復元に着手。設計を 木戸久氏に依頼。4月10日に自震祭を行い、工事は8月29日から開始した。1959年の岡崎市長選挙を報じる東海新聞の記事。竹内の3期優待は、注目の認めるところであった。しかし1958年9月16日、大田工事県議が市長選に出馬する胸のスクープ記事が新聞に掲載されると、 竹内4000のための推薦母体、愛知連盟が結成され状況は一変する。同団体の発案者は、愛知新聞社主の内田義久と言われており、会長職には、前市議会議長の小柳金蔵がついた。東海金属工業社長の大竹商事も、竹内を支持した一人であった。市議26名から候補者の調整一本化を目指した、居中調停の申し出がありも、 これを尻溶け10月25日に正式に出馬を表明した。前年衆院選の大田和夫君2万8000、小林香奈さん1万6000、合わせて4万4000秒、加えて現役12年の実績の強みと市長選のライバルだった千賀孝治、足立一平良君の休止が竹内をして4、選出馬に向かわせたのだろうと、 東海新聞社社長の坂木原金之助は正常を分析した。1959年2月1日投票の愛知県知事選挙に日本社会党は元秋田県知事の磯部岩を擁立。竹内派も大田派も歩行を収め、共に現職の桑原美希根の応援に入った。一時的に後栄図同衆となった同年1月のある夜、 岡崎商工会議所会頭の田口総平、岡崎陸運社長の林茂、前述の大竹商事らは誘い合わせて、竹内の自宅を訪ねた。大竹は、愛知連盟の中心人物でありながら、次第に大田派の林と木脈を通じるようになり、調停役を買って出た。三人が円満退陣を持ちかけると、酒の入っていた竹内は大竹に、最初に四千を勧めた、君が、 今になって、やめよとは何事だと詰めより二人の間で激論が、始まった。結局、この三者勧告も不調に終わった。同年2月19日には、倉地勝田太郎県議会議長、浦野幸男県議だが、市役所を訪れ、6月に行われる参院選、愛知県選挙区に、自民党公認候補として出馬する考えはないかと、打診。竹内は翌日、 私は、姿勢の現状予備将来に対して信ずるところがあって4度市長選に出ることを決心しているので、せっかくながら自民党県連のお申し入れは受諾できないと回答した。岡崎商工会議所会頭の田口総平、市議会議長の安藤平一、副議長の加藤鈴太郎、実業家の大竹商事、林茂ら各界有力者5名は、4月17日付の 東海新聞に、前年暮れから調整一本化工作を行い続けたが不調に終わった胸の声明書を発表した。同年4月30日、岡崎を2分した市長選の投票が実施される。竹内は3300票余りの勝者で落選。1961年7月1日、岡崎氏名誉市民に推挙。同年11月、乱受報賞受賞。 1964年11月、君後と総高局実賞受賞。1966年12月11日、廃棄種により、市内、厚生通り西4丁目の自宅で死去。市の2ヶ月ほど前、旧地の新聞記者が家を訪ねたとき、俺は一生果て貧乏に付きまとわれたよと語ったという、78歳没。ありがとうございます。